お疲れ様です。はい、今日の動画は、ですね、今度の日曜日に行われます12月の20日の、ストラップ番長決定戦の、今日、12月の13日の日曜日なんですけど、エントリーの受付の最終日なんですが、最強クラスのね、A クラス、3階級しかないんで、新たに、最強クラスの方だけ、皆さんに、一応お知らせをしようかなと思ってこの動画を撮っています。一応ですね、山梨の方から、2名と、あと東京都の方から、一度選手、レフトハンドですね、もともと関西でやってた選手なんですが、そちらの方が A クラスのレフトハンドで、エントリーありました。あとは、山梨の、鋼鉄腕の、うちの、道場破りの方の動画でありますけれども、まだね、試合にそんなに出てないですけど、めちゃめちゃ強い選手の茂出木選手、これは、これはじゃない、この選手はもともと神奈川のモンスター道場でやっていて、ランキング杯かなんかで村上選手、モンスター道場最近の村上選手に勝ったりなんかもしてる選手のですね、茂出木選手が A クラスに出ます。でもう一人が、皆さんご存知かと思いますが、世界の山本ですね。世界の山本、山梨の世界の山本です。この間の、藤山カップのS クラスのマイナス70のライトハンドでもぶっちぎり、もうぶっちぎりで、優勝した世界の山本選手が A クラスの左右に出場します。ということで、まだまあ一応今日のね、これから、深夜の12時までで、DM あった選手に関しては、エントリーの方はお受けいたします。あとに関しては申し訳ない。エントリーの方はこれで、終了とさせていただきます。ただね、もう人数の方がもう結構、結構まあまあな人数になってます。ので、まあちょうどいいかなっていう感じですね。あと、当日は室内シューズが必要っていうことと、あと当日一応検温していただいて、体温の高い方に関しては、まあ、できればご遠慮いただきたいっていうのと、あと同伴の方も、室内履きが、必要となっておりますので、まあ、スリッパがね、何でもいいので持ってきていただけると、まあ、寒くなくて、過ごせるかなと思っておりますので、まあ、気をつけていらしてください。で試合に関しては一応 C クラスの方から順番にやっていこうかなと思ってますので、また、詳細等々はまた新しく、また後日ね、動画の方を作ろうかと思ってますけれども、何しろなかなか集めようと思ってもね、集まらないメンバーが揃いました。全日本チャンピオンがもう昨日お話しした、神奈川の中村、鎌倉の大仏は2008年のジャワの無差別級のレフトハンドで全日本チャンピオンになってます。この選手も、左右エントリーしてます。左だけじゃなくて右もね、かなり強いからね、本当にわからない。で、ストラップ番長決定戦ということでノーマルはないですからね、最初からストラップで。前々からお話ししてますように、体重の軽い選手が、完全有利巻き、20キロ以上差がある場合は完全有利巻きで行いますので、何が起こるかわからない。だから試合が始まってみないとわからないっていうことで、本当にね、メンバー的にはもう本当素晴らしい。本当に素晴らしい。本当にすげえ。本当楽しみっていうメンツが揃いました。ということで、またね、完全に決まり次第、まあいろいろね、自分の方で、予想なんかもね、そういう動画も上げれればなと思ってます。で、今日これ、ホームジムを、仲間からね、いただいたの
これね、ちょっと改造してあってアーム用に使えるんですよ。こうなん、ここにこういう引っ張れるのがあったりするんで、またレビューをしようかと思ってます。ということで今日の動画は以上になります。まだエントリーは一応今日の夜中深夜12時までは受けておりますので、迷っている方いらっしゃいましたらエントリーの方よろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。一撃でした。ご視聴ありがとうございます。